こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。私に聞きたいことがある。何でしょう、改まって。いろんな人のネガティブなエピソードを聞いていて、自分が苦しくなったり辛くなったりすることってないのかですか？そうですね、もともとはそういう人間だったっていう言い方が合ってるかもしれません。もし今も人のネガティブなエピソードを聞いて自分が苦しくなってしまうようでしたら、きっとここで管理人はやっていないですね。今はそういうふうに感じなくなったので、皆さんの話を聞いたりネガティブなエピソードを話したりしても全然平気になりました。あなたは人のネガティブなエピソードを聞いたり悩みを話されることで自分が苦しいなってなってしまったりすることあるんですか？ああ、ちょっとだけある。なるほど。では、今日はこんな話はどうでしょう。人の悩みとかそういう話を聞いて苦しくなっちゃうっていう人の話なんです。友人や職場の人たちから慰めたり話を聞いたりするのうまいね、聞いてくれて元気が出たと言っていただけるのですが、共感しすぎてたまに私まで落ち込んで不安になってしまいます。どうしたらいいんでしょう。こういうエピソードなんですね。さっきも言った通り、昔は私もそういうタイプの人間でした。結構人に相談されたり、話を聞かされたり、こういう場面って多かったんですが、話を聞いてくれて心が明るくなったとか、すっきりしたとか、助かったなんて言われると、悪い気はしないですよね。この人のためになったんだなって思ったりするんですが、相手はすっきりするかもしれないんですが、話を聞かされたこちら側、なんとなく心にモヤモヤが残るというか、なんか引っかかる感じが残っちゃったりするんですよね。それで自分のメンタルが落ちていくっていうことも珍しいことではありませんでした。世の中にはこういうふうに思ってしまう方どれぐらいいるんでしょうね。あんまり多くないのかなって思ったりするんですが、私と同じような方は少なからずいるでしょうね。でもそういう自分から脱却したいって感じる人もいると思いますし、私自身はそこからなんとか脱出することができた人間なので、今日はそんな話をしてみたいなって思います。私ももともとはいろんな人の悩みとかネガティブな話を聞かされて自分が落ちていってしまうっていうことはあったんですが、ある時ふと、これって自分には何のメリットもないということに気づき始めるんですよ。話をしてくれた相手はすっきりするかもしれない。もしかしたら私が話したことでそれが解決に向かうかもしれない。相手にとってはマイナスなところが少しプラスになるっていうことになるんじゃないかなって思うんですが、こっち側の人間はもともとプラスなのかマイナスだったのかわかりませんが、マイナスにしか行かないんですよね。人によっては相手の悩みを聞いてあげて話をして相手が元気になってくれた、それが自分にとってはプラスに感じる人もいるかもしれません。自分みたいな人間がちょっと人の役に立てた、そう考えると確かに嬉しい気持ちになるのもわかりますよね。でも私は相手がその苦しみから少しでも解放されたっていうのを見ていて、
それって自分にとって何のメリットがあるんだろうって考えちゃったんですよ。相手の人生がちょっとでも前向きになったとか、不安が解消された、それって自分にとっては何にもならないんですよね。相手の不安を解消してあげたことで自分の人生が前向きになるわけでもなく、自分が抱えている悩みが解決するわけでもない、こんなことを思ってしまったんですよ。でもそこからです。私にとってはそれが転機だったかもしれません。人の悩みに共感をしてしまって、自分が不安になってしまう、どうしたらいいでしょうっていう話につながってくるんですが、私はその時にもう少し自分勝手に生きてみようかなって思ったんです。極端なことを言うと、相手の人生がどうであれ自分が良ければいいじゃない、そういうふうにあえて考えるようにしたんです。これってパッと聞くとすごく人でなしというんでしょうか、そういうふうな考え方はしない方がいいよって思う人が大多数だと思うんです。ただ世の中にはこの方のように、私のように、人のネガティブな感情に引っ張られちゃう人がいるんですよね。そういう人は思い切ってこう考えた方が自分のメンタルを守るっていうことですごく大事なんじゃないかなって思うんです。自分のことはやっぱり自分が一番分かってあげたいですよね。一番の理解者が自分だっていうことであれば、自分を守るために最善の手を尽くすっていうのは、この生きにくいなって感じる世の中をなんとか生き抜いていくための防衛策だと思うんですよ。なので人のマイナスな感情にどうしても引っ張られてしまうっていう人は、ありとあらゆることを他人事だと思って生きる、自分には全く関係ない、そうやって考えるとようやく普通の人と同じメンタルが保てるんじゃないかなって思うんです。ただ一つだけ、これだけは言わせてください。相手が悩んでいて、それは自分にとっては別に何も関係ないよ、そうやって生きていきましょうって話をしたんですが、だからといって相手が悩んでいることで苦しんでいるのを見て何とも思わないわけじゃないんです。何とかしてあげたいなっていう気持ちもありますし、話聞くだけで相手がすっきりするんだったらいいよ、聞いてあげるよっていう気持ちももちろんあるんですよね。その感情を両立させるっていうのは結構難しかったりするので、であればまず自分を守るために、自分のことは自分のこと、人のことは人のこと、完全に割り切った状態から少しずつ相手の話を聞いてあげるっていう方にシフトしていければいいんじゃないかなって思いますね。私は時間がかかりましたが、なんとかそうやって生きてきて、今ここで隠れ家の管理人をしています。人によっては管理人さんって嫌なやつだなって思っちゃった人いるかもしれません。あなたはどうでした？あ、よかったです。そうやって言っていただけると私も話してよかったなって思います。こういう話ってあんまり人にすると嫌われたりするんですよね。まあ私は人に嫌われること自体はもう何も思ってないので気にしないんですが、またそんな話もいずれしましょうか。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、
あなたがお話ししたいことがあるときは、ぜひお立ち寄りください。それではおやすみなさい。ああ、もちちゃん、今日はさ、人のネガティブな話を聞いたり、悩みを聞いたりしてるうちに共感してしまって自分のメンタルがやられちゃう、どうしたらいいですかっていう話だったんだけどさ、僕はもともとそういう人間だったからね、その辛いっていう気持ちがよくわかるんだけど、でも他人の悩みに共感して全く関係のない自分のメンタルが落ちていくことに何の意味があるんだろうって気づいちゃってさ、そこからは割り切れるようになって今こうやっているんだけどさ、もう極端な話、人の悩みは聞かない、これが一番の防衛策だよね。でもさ、人付き合いをしていると自分は全く聞いてないのに、急に会話の中で悩み事を話してくる人とかっているでしょ。そういう時ってさ、聞かないわけにいかないじゃん。だからまあ耳を傾けるんだけど、半分ぐらいしか聞かない、全部聞かないってなると会話に支障が出るからさ、半分ぐらいだけ聞いておくんだよ。でその後は当たり障りない話をするようにしてる。 LINE とかでさ、悩みを話してくれる知り合いとかもいるんだよ。まあそういう時にこいつなら話聞いてくれるだろうって頼りにされてるのかな。そう思うとパッと聞いた感じ悪い気はしないんじゃないかなって思うんだけど、ただその悩みを聞いたことによって落ち込むのは自分で分かってるから、そういう LINE が来た時は目の前に相手がいるわけじゃないから、知らんがなって言いながら当たり障りない返事してたりする。でも偉いでしょ、ちゃんと返事するんだから、うん、でもこんな僕でもさ、受け入れられる悩み相談っていうのがあるんだよ。それどういう相談かっていうと、他の人じゃ答えられないような悩み、僕に聞いて答えを知りたい、何か解決策を聞きたい、そういう悩みの時は見てわかるんだよ。あ、この悩みは他の誰でもいい人に聞いて解決することじゃないな、僕だから答えられるやつかもって思った時は嫌な気がしない。でさ、今こんな話しててふと思ったんだけど、人の悩みを聞くことで自分のメンタルが落ちていく、だから嫌だっていうのもあるんだけど、よくよく考えたらそれに加えて、なんで僕がこの悩み相談聞かなきゃいけないんだろうっていう、他の誰でもいいんじゃない別にって思ってしまうようなことが、もしかしたら自分にとっては嫌だったのかもしれない。だから自分だけがしっかり答えられるような悩みをちゃんと直接伝えてくれた時はあんまり嫌な気がしないのかもしれないって今気づいた。ああ。じゃあもちちゃん、今日も帰ろっか。